よし、はい、5番でございます。佐渡伊藤酒店、晩酌一期一会、このもう一回、糸魚川の加賀の湯をさっき冷やで飲んで、今度はこのいつもの勘太郎くんで缶してグッと厚めになるぐらいにちょっと温度を上げて、やっぱ結構熱いな。これ以上調節がなんか壊れとんだか、もうちょっとぬるめでもいいかなと思いながら、熱燗構造です。やっぱり厚めにして、それから少しずつ下げていくと。で、まあ飲んでみましょう。さっき冷やで飲んで、おそらく缶してもいいんじゃねえかなっていう、そんな感じの味わいでした。50% の純米牛乳でどれだけ香りが派手かなと思ったら、そんなこともねえで、関しても、ちょっと温度上げすぎたか、なんつうんだろう、嫌味がない、はい、おそらく一回比例なんでしょう。一回比例の酒を飲むことがあるけど、そんな感じの、その半生タイプみたいな、こう生酒の生っぽい爽やかな香りが鼻に、あったけえ爽やかな香りが鼻に抜けていきます。より一層冷やで飲むよりキリッと辛口になって、メガネが曇るけど、これは、はい、やっぱりあったけ料理に良さそうです。鍋もん、まあもう暑いから鍋もんの時期じゃねえんだけど、うちら一年中鍋ちゃんこ食うとったもんで、やっぱちゃんこいいかな。かつお節のあの湯豆腐ちゃんこなんかに最高合いそうです。今度7月の8日にやるときにこれ、まあ、それまで残っとったらの話だけど、使ってみようかなと思っております。まあ、そうこうしとるうちに少しずつぬるになってきておりまして、いいなぁ。いや、非常にあっさりとキリッと引き締まった味が何とも言えません。まあこう泡が立っとるわけだけど、まあだいぶ温度が上がっとった証拠です。この先は冷やでも、冷やからまあ厚燗までいけそうだあります。加賀の湯純米吟醸50ってやつです。ええですわ。皆さんもぜひやってみてください。偉そうなこと言えんけど、まあ応援しましょうなんて偉そうなこと言えんけど、目から飲んでみてくれちゃよろしくお願いします。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。